です。今日はね、浪岡の、十和田神社霊泉、水を汲みに、そしてまあ月参りも兼ねてね、スノーシュートレッキングで行ってきたいと思います。今朝のね、気温は3度。3度なんだけど、体感ではなんかちょっと寒く感じますけどね。車もまあ、多分ギリ神社までは入っていけないので、どの辺まで入っていけるかちょっとわからないんですけども、車を止めてそこからね、歩いていきたいと思います。それでは行ってきます。十和田神社霊泉の、入り口まで着きました。雪が結構ね、溶けてくれてたので、車でここまではね、前回よりも、かなり手前まで、ね、入ってくることができました。さすがにここからはね、車では行けないので、
今日のお昼は日清のシーフードヌードルビッグいただきます。それではいただきます。はい、今日はね、水もね、汲めたし、ちょっとリュックね、6本も入ってるんでかなり重いですけどもね、お参りもできたし、笛も吹けたし、車のね、止め場所まで、気をつけてゆっくり歩いて、帰りたいと思います。無事に車のところまで、戻ってくることができました。リュック結構重かったですね。まあいいトレーニングになりました。早くね、雪溶けて神社のところまで、みんながね、車でこうやって来てお参りできるようになればいいなと思います。それでは、帰ります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。